ダビトラハタは、チェコチェスケーブジェヨビツェ出身の元サッカー選手、元チェコ代表。2013年1月、ヤブロネツからスパルタプラハに移籍した。ヤブロネツでは、過去2シーズン連続で、リーグ得点王に輝いていた。2014年3月30日、2013から14、シーズン第22節の1、S シーズのイモ戦で、リーグ通算134得点目を決め、 チェコ一部リーグの最多得点記録を更新した。初得点は、チェスケーブジェオビツェ所属時の2002年8月26日だった。UEFA チャンピオンズリーグ2014から15、予選2回戦のレバディアタリン戦で、チャンピオンズリーグ記録である1試合5得点、同予選3回戦のマルメ FF 戦でも、ハットトリックを記録した。2016年には、 国内リーグでもリーグ記録である1試合後得点を記録した。2014年、チェコサッカー協会による年間最優秀選手賞を受賞した。2014から15シーズンは通算4回目のリーグ得点王に輝いた。2016年、UEFA ユーロ2016敗退後にチェコ代表から引退することを発表した。ラファタは通算41試合9得点を記録した。 ありがとうございます。